柴谷製作所をご覧の皆さん、柴谷ひとみです、今日はギタリストの梶原武雄さんと一緒に、セカンドテイク、うん、ファーストテイクはよくありますが、ちょっと聞いたことある。2回やらして2回やらしてのやつね。そう、2回やらしていい方を聞いていただくはい、はい、ちょっと、ね、セカンドテイクということで、はい、普段私たちミセレニアスというバンドも組んでるんですが、はい、本当はもう一人若さんというピアニストがいるんですが、はい、今日は他のアーティストの、お仕事の方で今日はいないので、はい、2人で、ね、チャレンジしてみようと。はい、うん、じゃあ記念すべき第1回目、はい、何から歌いましょうかね、はい、キングヌーンさんの白日を島谷もやってみようと。やっちゃいますか。じゃあ早速、はい、いってみますかね、うん、セカンドテイクで、はい、よし。時には誰かを知らず知らずのうちに傷つけてしまったり失ったりして初めて犯した罪を知る。戻れないよ、昔のようにはきらめいて見えたとしても、明日へと歩き出さなきゃ息が苦しきなとも。セカンドテイク本当にセカンドテイクでしたね。一回は練習して、はい、やっぱりさ、ライブでもテレビ収録でも何でもほらリハーサルってものがあるからさ、ね、カメラリハーサルみたいなね、はい、そうですね。二回はやらしてよっていうことだね。はい、二回そうねやっちゃったはい。いいね、いいですね。やっぱいい曲でございますねこれね。うん、これ難しいよねこの曲ね。難しいね。いやーもう演奏も難しいし歌は相当難しいでしょこれ。あれね、去年一昨年の曲だっけこれ、まず PV がめちゃくちゃかっこよくて、そうで何回も見て、うん、あれ廃墟のホテルだっけ、なんか、あ、そうなの、使って、あ、うん、っそれ当たるわな、何回も聞いたもん、うん、でなんかもう完璧に歌えると思うけどこうやって歌ってみるとさ、うんうん、またなんか違うもんだね、感触もね。全然違う。いや。まあなんか気持ちよかったんじゃないですか。いいね、いい感じでね。うん、あんまりね、YouTube でね、うん、こう歌ってみたシリーズとかって触れてこなかったんだけど、うん、見る側で、うん、ね。で、しかもなんかこういう風になんていうの、本当にパッと会って本当にセッションでっていう感じで。やってるのってそんなに見ないかもしれないね。ない。割とこうやってる方は皆さん作り込んでる方が多いよね。うん、もう今日はもうむき出しの。昨日の夜に電話してお願いしますと、でできるよって言って、でいっぱい曲を上げて、できそうな曲、うん、やってみなきゃあかんないけど、うん、好きな曲含めてこうバーッと上げて、もう速攻ね。速攻なんとか。ね。
できたことさすがですわ梶さんありがとうございます、はい、よかったら皆さんまたお付き合いください、ね、よろしくお願いいたします。はい、島谷製作所をご覧の皆さん、どうも島谷です。今日はですね、ギタリストの梶原武雄さんと2人で歌ってみたシリーズをね、やってみようと。やっちゃうんですか。はい、はい、今日はいつもは島谷製作所を1人でいろんなことやってるんですが、今日はミセレニアス、私はギタリストの梶くんと、あとピアノの、ピアニストの、若さんと、ミセレニアスというバンド組んでます。はい、ちなみに今日は若さんは別のアーティストの、仕事の方で、現場に行っておりましていません、はい、皆さん普段プロの、ミュージシャンとしていろんな方のですね、サポート含めてね、いろんな、まあ、やってますね、はい、ことやってて、時間がある時にこう集まっていろいろセッションしてるんですが、今日は、ミセレニアスのミセレニアスの曲ではなく、はい、いろんな方の曲歌ってみたシリーズで、お、リハもなくやってみよう。リハもないですね、はいはい、できるんでしょうか、はい、昨日の夜、この歌とかやってみたらどうだろうという LINE のやり取りで、はいはい、突発的にね、はい、やってしまいますけど、ね、バーッと曲あげたけど何からやろうかなと、何からやりましょうかね。やっぱり異性の曲でこう大きく違う雰囲気がいいかなと思って、うん、なるほど、もう今も超みんないろんな人も歌ってますけど、うん、私も大好きな、うん、白日。おお、来たこれ、はい、来ましたね。キング&ガン、白日、キングヌーズだね。キング&ガン、キング&ガン、大変申し訳ございませんでした、はい、先ほどのね、ファーストテイクで、うちの島谷がですね、キング&ヌーさんのことをキング&ガンと誰それ誰っていうことをね、言ってしまいまして、もう一回謝罪してもらっていいですか。そっちのキング&ヌーって言いましたよ。キングヌー、キング&ヌーさんのことをキング&ガンって言ってしまいましたって言ったの。キングヌーでしょ。あ、そうだ、そうだ俺も間違った、俺も間違った2人で謝罪してください最後じゃ、すいません、深々と、すいません、はい、はい、大変申し訳ございませんでした、ね、ファーストテイクの方でですね、はい、キングヌーさんのことをですね、キング&ガンという誰、誰それびっくりする新人いや、もちろん知ってますよ、はい、キングヌーさんってめっちゃ聞いてて、はい、好きだから今日チャレンジ、はい、誰、びっくりしたっていうの。びっくりしちゃいましたね。まさかのそれがあり、はい、なので、ここでね、改めまして2人で謝罪をさせていただきたいと思います。はい、キングヌーさん大変申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。